兵庫県警は今年1年の警察官の団結力を高めようと神戸市内で年頭視閲式を行いました。年頭視閲式は警察官の士気高揚を図るため毎年この時期に行われているものです。式では兵庫県警の加藤昭久本部長が集まったおよそ560人の警察官の服装や装備品を点検して回り、今年はテロの脅威にさらされる可能性がある、東京オリンピック・パラリンピックにおいて市民の安全を守るようにと訓示しました。また去年は山口組と神戸山口組をめぐり抗争とみられる銃撃事件が相次いだことを受け、機動隊が銃器を持った犯人役の男を制圧する訓練も公開されました。集まった警察官たちは改めて犯罪や事故の抑止を誓っていました。